皆さんこんにちは、毛利と申します。今回はですね、このドルステニアギガスを植え替えようかなと思ったんですが、まあ、ご覧の通り鉢が結構パンパンになって変形してきてしまったので、ただこのですね、開墾植物、多肉植物用に使ってる私の用土がですね、ちょっと足りなくなってきてしまったというところで、今回は多肉植物、開墾植物用の用土、私が使ってる用土ですね、がどんなもんなのかというのをご紹介していこうと思います。まあ、ちょくちょくですね、動画のコメントですとか DM とかでですね、どんな用土を使ってるのか教えてくださいというふうなコメントをありがたいことにいただくことがあるので、まあ、ちょっと今回動画にまとめてみようかなというところですね。まあ、ご覧の通りちょっと在庫が少なくなってきたんで追加をしようという感じですね。私はですね、この用土なんですが、まあ、市販されている用土をそのまま使うっていう風なものではなくてですね、いくつかの単用土をですね、まあ、配合してですね、自分のオリジナルの用土という風なのを作っています。まあ、なのでどういった用土を使っているのかというのと、あとはまあ最後の方にはですね、どういう風な配合ですね、それぞれどれぐらい使っているのかという風なのもお伝えしていこうかなと思います。まず一つ目はこちら、ヒューガ土ですね。私が使っている用土の一つ目。ヒューガ土がどんなものかというと、こんな感じで、まあ、軽石みたいなもんですね。サイズは小粒のものを使っています。非常に硬くて、型崩れはしにくいというものですね。まあ、軽石みたいなものなんですけど、軽石と何が違うかというと、まあ、細かい穴みたいなのが開いててですね、ちょっとだけ保肥性ですとか、まあ、保水性みたいなのに優れているというとこですね、軽石に比べると。まあ、ただ他の赤玉土とか、なんかそういった用土に比べたら、まあ、全然保水性っていうんですかね、っていうのはなくて、非常に水はけのいい用土になってますね。そして2種類目の用土がこちら、赤玉土ですね。まあ、用土の中では一番メジャーなものなんじゃないでしょうかね。サイズは小粒のものを使っています。プランテーション岩本さんというところが出されている三本線という、まあ、ブランドというか商標というかのものですね。見た目はこんな感じでして、非常に硬いんですよね。これがもう乾いてる状態だとですね、思いっきりこうグッとこう潰そうと思っても全然潰れないというような、本当に赤玉土なのかっていうぐらい硬いんですよね。まあ、なのでちょっと硬すぎるよっていう風なことを言われる方もいらっしゃいますね。それぐらい硬いです。もう毎年植え替えますよっていう風な場合だと、ここまでの硬さは必要ないのかなという風に思いますね。私は結構ズボラで1年で植え替えなくても、まあ、2年ぐらいできることならほっとけないかなっていうので、この硬い赤玉土を選んでます。そして続いての用土ですが、こちらゼオライトですね。ここにも根腐れ防止剤と書いてありますけれども、ゼオライトの機能としては、こう水をですね、浄化してくれるというふうな作用があるらしくてですね、まあ、そういうところから根腐れ防止剤というふうに言われているそうですね。あとこちらの用土はですね、保肥性ですね、肥料を持ってくれる、保ってくれる性質がとても高いというふうになってますね。まあ、なので先ほどのヒューガ土、赤玉土と一緒にですね、まあ、少量ですけど混ぜ込むということをしています。そして続いての用土はですね、ちょっとこのビニール袋越しはなかなか見えづらいですが、完熟馬糞堆肥ですね。今まで紹介してきたのは無機の用土なんですが、こちらは堆肥なので有機質の用土ですね。見た目はこんな感じです。なんでしょうね、こう植物の形状、もみ殻みたいな、そういった感じの見た目になってますね。しっかり完熟したタイプのものを
私は使ってます。こちらの堆肥を入れる目的としては、用土のですね、こう土壌改良効果みたいなところを狙ってますね。なんか用土が崩れちゃったりとかして、こうカチカチに固まっちゃったりとかっていうのを、こう堆肥が防いでくれるというふうなところですとか、まあ、あとはですね、堆肥を入れるとですね、こう結構用土が乾いても本当カラッカラに乾かないで、若干湿り気を残してくれてたりするので、結構そういうので根っこの何でしょうね、ダメージの緩和っていうのができたりするというとこですね。そしてこの堆肥なんですけども、私は2種類使ってまして、こちらバーク堆肥も一緒に混ぜて使っています。ちょっともう在庫が少なくなってきちゃってますね。バーク堆肥もうちょっとあると思ってたんですけど、意外にもう残りが少なかったですね。まあ、こちらですね、バークチップ、この木のかけらみたいなものですね、っていうのを堆肥化させたものになってます。まあ、なので見た目はこんな感じでですね、こう木の破片みたいなものも入ってたりしますね。まあ、ただもう堆肥化されてるので、ちょっと握るとですね、もうパラパラーっとですね、形はもう崩れていってしまうぐらい、しっかりですね完熟させて堆肥化が進んでいるようなタイプのものですね。まあ、こちらのバフン堆肥、バーク堆肥、2種類の堆肥を使ってるんですが、なんで2種類使ってるのかというところはですね、ちょっとまた後ほどですね説明していこうかなと思います。まあ、簡単に言うと、まあ、CN 比、炭素比ですね、ところの狙いがですね、20ぐらいを狙いたいというふうなところから2つ混ぜたという感じですね。そして一番最後はこちら、ベラボンですね。私は M サイズのものを使ってます。まあ、ベラボンというのが何かというと、こうヤシ殻チップですね、ヤシの実のところについてるような、まあ、見た目こんな感じですね、のものをチップ化したものですね。 M サイズなんで結構大きめのサイズのものを使ってます。どうでしょうね、赤玉土小粒とかよりも一回り大きいぐらいの感じですかね。ベラボンはですね、水を含むと体積を膨張させるという特性があるので、少し用土に混ぜ込むことによって、鉢の中のですね通気性っていうのを確保するために入れてます。そしてですね、用土なんですが、今まで紹介してきたものを混ぜ合わせるのは基本の用土なんですが、こちらはオプションとして使っているものですね。オプションの一つ目は赤玉土ごく小粒のものです。まあ、どういう時にこのごく小粒を使うかというと、植物の根っこが非常に細いタイプのものだったり、まあ、発芽直後ですね、種から育てる未生のする場合、発芽直後の根っこを潜りやすくするために、基本の用土の中にこの赤玉土ごく小粒を混ぜ込むということをしたりします。まあ、やっぱこう根っこが細い植物とか、あと発芽したてだったりすると、なかなか植物が安定しなかったり、根っこを張り巡らせるのが大変だったりするので、こういった粒度の小さいものを一緒に混ぜ込むということをしています。そしてオプション2つ目はバーミキュライトです。こちらも先ほど言いました通り、発芽直後の苗がですね、根っこをですね、こう潜り込ませやすくするために入れたりしますね。まあ、なので未生をやるときは基本の用土にプラスして、赤玉土ごく小粒とバーミキュライトを混ぜ込むというふうなことをしています。このバーミキュライトは非常に保水性、保皮性が優れていて、まあ、なおかつ軽いというふうな、そんな特性がありますね。まあ、なので結構水欲しがるような植物はこのバーミキュライトを混ぜ込むというふうなこともしていたりします。そして今までご紹介したそれぞれの用土をですね、これから準備をしていくという感じですね。単純にそのまま混ぜるというふうなことはしてなくてですね、一つ一つの用土のミジン取りということをしています。
美人鳥っていうのが何かというと、この溶土のですね中にですね、この細かい粉みたいなですね塵みたいなのがたくさん入ってるんですね。そしてそれをですねこう取るという作業ですね。この100均で買ってきたこうザルを使ってですね、こうシャッ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 とそういうミジンを取っていくというものです。まあ、なんでミジン取ってるかっていうと、ミジンがあるとですね、こう鉢の中、特に鉢底の方とかにですね、ミジンが溜まっちゃって、カチカチに固まっちゃってですね、通気が悪くなったり、水はけが悪くなっちゃったりするということがあるので、それを防ぐために、この下準備としてミジンを取っています。ただこのミジン取り、ものすごいですね、こう砂ぼこりといいますか、ミジンが舞うので、まあ、こういうふうにですね、大きなビニール袋に突っ込んでですね、その中でこうシャカシャカしたいというふうなことをしながらですね、ミジン取りというふうな作業をしています。このですね、3本線の赤玉土はですね、非常に優秀で、ミジンがかなり少ないんですけれども、まあ、それでもこれだけ出るという感じですね。これでもかなり少ないです。普通の赤玉土とか買うとですね、もうものすごい量のミジンが出ますね。そしてミジンを取ったら、この溶土入れに入れていくという感じです。続いてはこの日向土もミジンを取っていきます。まあ、日向土もですね、まあ、土と言ってますけども、ほとんど石みたいなもんなので、ミジンは少ないです。まあ、ただ結構ミジン取りを頑張る方はですね、日向土の場合こう乾いた状態でふるいにかけるというよりかは、もう水洗いをするというふうな方が多いんじゃないかなと思います。先ほどの最初の溶土の紹介でも少し申し上げましたが、この日向土はですね、細かい穴がこのそれぞれの一つ一つの石にですね開いているので、その中にミジンが入っちゃってる場合があるんですね。なんでこういうふうにふるいにかけるというよりかは、もう水洗いで洗い流しちゃった方がミジンは取れるのかなと思います。まあ、ただ乾かしたりしなきゃいけなかったりっていうので、余計手間がかかるんで、相当頑張る方向けですね。私は正直ちょっとめんどくさいので、ふるいにかけるだけにしちゃってます。配合比率は後で少しまとめますが、この赤玉土と日向土それぞれ同じ量ぐらいですね。そして次にゼオライトですね。このゼオライトもちょっと在庫が少なくなってきてしまいましたね。まあ、このゼオライトも日向土とかと同じようにですね、こう石っぽい感じ、かなり硬いものなので、ミジンは結構少なめですね。まあ、量としてはかなり少ないです。赤玉土や日向土と比べると、ほんのちょっとですね。まあ、細かいですね配合比率は後ほど、それぞれが何対何対何ぐらいですというのは説明しておきます。これでゼオライトが終わりましたね。続いてはバフン堆肥ですね。こちら堆肥はバフン堆肥とバーク堆肥2種類私は使っているというふうに申し上げましたが、まあ、なんで2種類なのかというのは、 CN 比ですね、炭素率というものがこの堆肥にはあって、その炭素率が20になるようにしたいかったからというところです。このなんで20かというのはですね、ちょうど20ぐらいを境にですね、こう20より数が大きいとですね、こう溶土の方が窒素を吸収してしまうという感じになって、まあ言ってみれば窒素飢餓に陥りやすくなってしまって、まあ、逆に20より下だとこう植物の方に肥料を供給するような側になるというふうになってます。まあ、なんでバフン堆肥は CN 比今回使ってるのは11なんですけれども、それだとちょっと肥料を供給する方に寄ってるかなと
というところで、まあ、なるべくバランスのいいこの20ぐらいにして、まあ、聞きを長くさせたかったりですとかっていう風なところを狙いたいというのなので、この2種類を混ぜてます。まあ、なのでバーフク対比はですね、ちょっと CN 比が高めになってますね。それぞれ対比はですね、こうパッケージとかにですね、窒素含有量ですとか、あとはその CN 比ですとか、あと水分量も書いてあるので、まあ、その辺からですね、炭素の量と窒素の量というのを計算して、それぞれ何グラムぐらいずつ入れたらですね、CN 比20になるのかというのが計算できるので、そういうふうに計算してます。まあ、その辺は詳しくはですね、趣味バカ日記のケンセイさんの動画ですねが非常に分かりやすいので、そちらを詳しくはもうご覧いただくことをお勧めします。そして最後にこのベラボンですね。ベラボンはですね、一旦ですね水に戻してから私は用土混ぜ込んでます。まあ、ベラボン使うときは最初水に浸してくださいというふうな注意書きがあるので、まあ用土作りの時にはもう先に水に浸してしまうという感じですね。こんな感じでですね、こうちょっと水に浮いちゃうんですけど、こうちょんちょんちょんとこうつけてですね、まあ、大体30分ぐらい水に浸しておきます。まあ、30分ぐらいするとこんな感じになりますね。でこれをザルに開けて水を切ると、いう感じですね。で水を切ったら、まあ、まだ湿ってる状態ですけど、もうそのままですね、この用土入れの中に入れてしまいます。これで基本の用土が全て揃いました。比率としてはこんなもんですね。ヒューガ土が4、赤玉土が4、ゼオライトが1、バフン対比が 0.5、 バーク対比が 0.5、 そしてベラボンが1というような配合になってます。まあ、割とですね、水はけがいいタイプの用土になってると思います。堆肥もですね入れてるんですが、かなりですね量としては少ないですね。全体の1割程度になってます。まあ、なのでちょっと堆肥の恩恵をしっかり受けれるかっていうと、ちょっとあんま効果ないんじゃないっていうぐらい少ないかもしれないですね。あとはもうこんな感じにですね、しっかり混ぜるというとこですね。これあんまり用土入れすぎると、こう重くて振るのがすごい大変になるというところ。そして私は失敗してしまったんですが、振った後すぐ開けるとこんな風にですね、砂ぼこりが立っちゃうんですね。良くないんですけど、はい、出来上がりはこんな感じの見た目ですね。まあ、開根植物、多肉植物は基本この用土を全部使ってます。まあ、あとは根っこが細いですね、オベサとかそういったものを植えるときは、ここに赤玉土のごく小粒を混ぜたりというとこですね。あとは発芽したての苗は、まあ、ここに赤玉土ごく小粒プラスバーミキュライトを混ぜたりという感じですね。まあ、この用土がベストかというと、そういうわけではなくてですね、もう私も毎年用土配合比率とか使ってるの変えてたりします。まあ、なので参考の一つとしていただければと思います。用土作り非常に楽しいので、この用土作りの楽しさというのに目覚めていただけるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけますと非常に励みになります。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。